万少時に違いない。荷物のご配達のことを友一に相談しようと決意したのに、その日の晩も翌朝も話しかける時間がなかった。ナナちゃん。サニーさん、お手元の荷物に送り状が貼ってありますよね。そこに届け先の電話番号が書いてあるはずです。電話してみましたか？それでは送り主の方に尋ねてみてはいかがですか？荷物を送った人なら協力してくれると思いますよ。気にかけてくれている人がいると思うだけで安心する。ナナちゃん、昨日はアドバイスありがとう。でも送り主に電話したらちょっと怖い感じだったの。やはり夫に相談しようと思ってます。DM？ 初めて。あ、サニーさん大丈夫？怖い感じって書いてありましたけど、何かあったのですか？相談に乗りますよ。ナナちゃんありがとう。言われたように送り状に。あれ？私ってば友一にするはずの相談をナナちゃんに持ちかけてる。それは怖いですね。でも名前も部屋番号も教えてないなら大丈夫ですよ。返信早い。私の不安を分かってくれてるんだ。内緒の買い物だと言っていたのに、旦那様に打ち明けると書いてあったので気になったんです。こんなことで喧嘩にでもなったら大変だろうなって。ありがとうナナちゃん、そんな心配までしてくれて。もう大丈夫です。少し様子を見てみることにします。セーフ。ゆうくんに相談なんてしないでよ。昨日ご配達の件を上司に叱られて、配達エリアは変更になったけど、早く辞めて転職したい。田中商事ってのが気にかかるな。サニーさん、田中商事ってどんな会社ですか？さあ、福岡県の住所だしわからない。おいおい、嘘でしょ？調べてないの？住所や電話番号をググるとか、Google ストリートビューで様子を見るとか、ちゃんとした会社かどうか確認した方がいいと思います。はあ、ったく、どんくさすぎる。ゆうくんはこんな人のどこがいいんだろう。ナナちゃん、田中商事嘘だらけでした。調べても存在してないし、住所はサッカーグラウンドだった。ほらね、怪しいと思ったんだ。このまま無視してもらって警察に届けるべきかな。ダメダメ、絶対ダメ。サニーさん、落ち着いてください。何も盗まれてないから警察は取り合ってくれませんよ。それに旦那さんにもバレてしまいます。あ、一番いいのは荷物を本来の届け先に送ってサニーさんの荷物を返してもらうこと。そうすれば田中商事とも縁が切れるし、美顔器も旦那さんにバレずに手にできる。引っ越ししちゃった人を探しましょう。私も方法を考えますね。少し時間をください。本当にその通りです。うん、私も諦めないで、引っ越ししちゃった人を探す手立てを考えてみます。ナナちゃんありがとう。よかった。奥さんの意識を美顔器にそらせられた。ん？ LINE？ 今夜行くね。何も知らないでのんきだな。